難民申請は不認定となりました。埼玉で暮らすクルド人の高校生、ずっとこの日常が続くと思ってた。大丈夫だよね、ここにいられるよね。推薦ダメになったんですか？ねえパパ、なんで帰ってこないの？本当は東京に来ちゃダメなの。しょうがないよ。しょうがなくなんかないよ。せーの、目を閉じて今何が思い浮かぶ？美味しいマイスモールランド。クルドの挨拶、こんにちはとさようなら。